せーの、中村さんち。こんにちは、ルナです。ご飯です。違う。いい。本日はですね、ウィスラーを朝早くに出まして、車で3時間走ったところにある、アボッツフォードというところに来ております。結構遠いな。まあ、バンクーバーまでは、まあ、1時間半から2時間ぐらいなんですけど、そこもまたさらに1時間通り過ぎて、アボッツフォードに、まあ、到着しました。地元の3時間やったら、俺、わしヶ岳のスキー場行ってるわ。私の地元から豊浦ぐらいかな。どこ？豊浦。内藤選手の実家。なんで今日アボッツフォードに来てるかというと、今日は私たちのお友達がボディービルの大会に出るということで、すごいよね。日本人がカナダでボディービルの大会に出るんだよ。そうだ。そのために3ヶ月とか4ヶ月ぐらい前からも減量を始めて、そうもう筋肉のために頑張ってるところを俺は見てるから。誰？俺は見てるから、もう応援してたから絶対。俺がいつもよくスタッフミール作んねんけど、それを尻目にこういいないいなって言いながら、自分で作ったその減量してる野菜とかを食べて。じゃあ減量は手伝ってないじゃん。全然手伝う。で、今日ね、一泊するんですよ、バンクーバーに。で、Airbnb に泊まるので、今回は一泊二日の、まあ、アボッツフォードからバンクーバートリップっていう感じで、今回は Vlog を作っていきたいと思います。スタート！でもマッチョの人いるんだけど。そう今向こうでちょっと多分映せへんから、あれ映せないね。いる？見える？そう見える？まあ、あの向こうでその多分体を綺麗に見せるためになんかスプレーっぽいの塗ってて、なんかオイルかなんか塗ってんのかな。そうあれ何なんだろうね。アボッツフォードアートセンター。そうこれだね。バンクーバーオープン。うん、センキュー。狙いを分かってもらった。いる？あー、お疲れ。いや、よかったよ。すごい近くで見ると大きいね。すごい、これ全員応援だ。いや、でも一番なんか決まってたけどな。いや、すごいよ。やっぱバランスが一番いいよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ずっと食事制限とかしてきたわけでしょ。筋トレとかさ、もう今超お腹ペコペコって感じ。いや、でも意外にその最後の調整でいろいろお腹壊したりしたんで、うん、あ、そうなんだ。夏やな体調悪いって言った時あったもんな。で、最後ほとんど昨日もあまりご飯食べてないで、一応むくみがひどかったんで、ちょっとずつ入れたりしてたんで、今回はちょっと調整がうまくちょっといかなかったです。あ、そうなんだ。大変そうやったもん、一緒に職場で働いてるからさ。そうだよね。だって飲食店で働いてるのにね、食べれずに作るだけだもんね。俺スタッフミールな、一生懸命作ってずっとごめんって言ってこうやって隠してね。美味しくないから。これ美味しくないから。俺なんて全然美味しくないから。じゃあ今一番何が食べたいですか、終わったら。下はラーメンと美味しい寿司と、あと何か甘いスイーツが。あー、いいね、いいね。なるほど。いや、早く終わってほしいね。ね、頑張ってもう。頑張って決勝行けること祈ってます。はい、はい、ありがとうございます。こうやって握手できんの？握手大丈夫。すごーい。あー、そっか、早く。はい、ということでお疲れ様でした。いや、面白かった。面白かったね。あれを作ることってめちゃくちゃ絶対大変やん。そうよ。しかもあのさ、体勢で立ってることがさ、そう、あのもう本当にね、筋肉がプルプルするぐらい力が入ってて、いや、本当にすごい努力でここに立ってるんだなっていうのが分かった。ポージング以外もずっとこう待ってる間も力入れてたからさ。そうだね。しっかりとこう、綺麗に常に。私たちはちょっと時間がなくて、あの今予選しか見れなかったんですけど、ね、なおくんもね、決勝に行けることを祈ってます。あと日本人の、あの、りょうこさんっていう、多分すごい有名な方だと思うんだけど、あのね、お話聞けてね、なんかもう活力に溢れてて、二人の娘さんの、あの、お母さんなのに、なんかもうすごい、
もう活力にみなぎってて、そうなんかもうすごかったね、なんか感動しちゃった。うん、じゃあなんかどっかご飯行きますか。そうですね、とりあえず、はい、チェックインまでちょっと時間があるので、はい、ちょっとランチ兼なんかディナーみたいな、ちょっと中途半端な、うん、今まあ3時4時ぐらいなんですけど行きたいと思います。牛角ジャパニーズバーベキュー、今アボツフォードから車で1時間ぐらい走ってバンクーバーのリッチモンドまで来ました。じゃん、牛角焼肉、超久しぶりじゃない、ワーホリ時代じゃない来たの。まずそれぐらいや、はい、グリーズアブザー445 2 people。5時までハッピーアワーということで、今4時半なので、はい、今からハッピーアワー行きたいと思います。ハッピーアワーあと30分。ハッピーアワーってすごいね、お酒とか食べ物がこういう時間帯、夕方とかの時間帯に安くなるやつで、ね、日本でもあるよね多分。ある、はい、でもね、カナダではよくあるんですよ。はい、これがハッピーアワーです。食べていきます。1アンカスビー、2トロビー、2焼きしゃぶビー、あの焼きしゃぶ、2焼きしゃぶ、2ライス、トロビーフ、普通に頼んだら大体900円、で今700円ぐらいになってるハッピーアワー。メニュー一緒かな、トロビーフとかある、こういうメニュー、焼きしゃぶビーフ、大体900円がハッピーアワーで 6.95、 700円ぐらい、まあ、絶対日本よりは高いとは思うんだけど、でもこういう焼肉スタイルがさ、カナダってないからさ、バンクーバーしか見ない、ウィスラーじゃ絶対ないから。でも最初すごい日本が恋しくて、よく行ったな、確かよく行った、牛角切ったけど、なんかどんどん現地の美味しい食べ物を開拓していくじゃん。なんかカナダってさ、タイ料理だったりとか中華料理だったりとか、ベトナム料理とか、いろんな国の食べ物が美味しいじゃん。わざわざ日本食を高いお金出して行かなくても美味しいものが食べれちゃったりするから。でも今日なんか疲れた時とかに日本食食べたくなるよね。うん、でもなんかこう焼肉ってさ、いいよな。てかコリアンか焼肉日本やん。あ、そうなの。うん、ということで今日は珍しく牛角に来ました。動画で見せるのは多分初めてだよ。美味しそう、でかいな。美味しそう、なんかズッキーニみたいじゃない。いただきます。でかっキュウリです久しぶりだね、この感じ。Right now. Okay. Okay. Yeah. So, can I get one more? This one. What's this? And 牛角 ice cream. いろいろ頼んだんだけど、何が何かちょっともう分かりません。筋肉見てたらめちゃくちゃお腹減っちゃった。そう、筋肉見てたらお腹減ったわけ。米でかくない？これ。違う。腹がちっちゃいんだ。腹が薄い。すごい。いただきます。いただきます。焼肉って感じ。わあ、こんなの久しぶりだね、なんか。うん、いただきます。うん、柔らかいね。うん、うん、うん、懐かしいなと思って頼んじゃいました、牛角アイス。知ってる？牛角アイス。ねえ、めっちゃお腹いっぱいじゃん、ごはんくん。頼みすぎたよね、絶対。最後、私に肉を押し付けて終わりました。私はデザートのこれを食べまーす。おいしい。うん、おいしい。大きいな、それ。大きいね。400円ぐらいだったもん、ハッピーアワーで。黒蜜か蜂蜜ときな粉。じゃあ黒蜜やろ。蜂蜜かも。ああ、そう。日本の牛角は黒蜜な気がする。お会計は 84.47 でした。
大体9000円ですね。めっちゃお腹いっぱいなんだけど。やばい。やばい。てか、なんかめっちゃ美味しいかって言われたら、まあ普通の肉なんだけど、焼肉を自分で焼いて食べるっていう行為が。そうやな、確かに。そう。その行為がすごい嬉しかったね。なんかね、牛角はね、バンクーバーに実はね、チェーン店みたいに何店舗かあるんですよね。1店舗ね、2年ぐらい前にね、一回ね、牛角燃えたことあるんですよ。それすごいニュースになったの。ああ。はい、ということで、今日は Airbnb に一泊して、で、明日ちょっと買い物とかしたいと思いますので、これから Airbnb の方に向かいたいと思います。なんかすごいね、田舎道をどんどん行ってるんですけど。ダウンタウンは高かったですかね。そう、ダウンタウン高いんで、ちょっと外れたところに今借りてて、デルタっていう地域にいるんですけれども、結構ね、Airbnb デルタあるんですよ、安いやつが。うん。ってことで、今回もデルタにステイしようと思ってます。はい、ということで Airbnb に着いたんですけど、大家さんの息子さんが上にいるので、ちょっと静かにレポートしたいと思います。はい、じゃあ部屋に入っていきたいと思います。ちょっとね、可愛いんですよ。あ、ここ、うん、じゃーん、何これ、すごい可愛いね、うん、なんかジャングルみたいな、こんな感じでインテリアになっております。ここがですね、うん、タンス、うん、あ、ここに冷蔵庫も、うん、冷蔵庫も、え、嘘、え、本当だ、ジュースとかも置いてくれてる、本当だ、これ何、ハワイアンなんちゃう、コーヒーや、え、嘘、すごっ、なんかこれ大家さんの優しさ感じるよね。うん、なんかあるかないかな。ないとこないかな。本当だ。朝コーヒーも飲める。ちゃんと電気ケトルもあるし。インテリアがね、本当になんか可愛い。6畳ぐらいの狭い部屋なんだけど、可愛いね、インテリアが。でね、この部屋からダイレクトに外に出れて、え、嘘、マジで、え、どこ、これベトナムかどっかあれ、そう、今日ね、すごい、すごいね、可愛らしいお庭付きです。今日晴れててよかった。うん、晴れててよかった。朝ここでコーヒーとか飲みたいね。めっちゃいいじゃん。ちょっと個人情報もあるので、Airbnb のなんか場所の詳細とかは言えないんですけど、エリア的にはデルタというエリアになります。バンクーバーのね、ダウンタウンから車でまあ30分ぐらいかなの距離にあるんですけど、私たちはまあ今日アボツフォードの方に行ってたので、その帰りにちょうどいい場所だったので、ここをブックしました。今回ね、なんで Airbnb を使ったかっていうと、とにかく夏のバンクーバーはマジでホテルが高いね。え、倍ぐらい違うな。そうで、ちょっと私の誕生日で、前回ね、ちょっとリバーロックホテルっていうカジノ付きのホテル、ちょっといいところに泊まったので、今回はね、ちょっと贅沢はせずに、もうほぼ最安値のホテルをずっと探してて、なので今回は Airbnb で、でちょっとダウンタウンを外してデルタのエリアで、今回の部屋を見つけました、うん、はい。で、まあ、気になるお値段は、まあ、いろいろ全部込み込みでだいたい160ドルぐらいでした。なので、まあ、日本円で1万7000円ぐらい、まあ、かなり高いです。ホテル今回もし取ってたら4万円ぐらいになってたので、そうなったらミスない。そう、まあ、部屋はプライベートなんですけど、ちょっとね、廊下が大家さんとちょっと通通なので、その辺はちょっとプライベートあまりないかもしれないんですけど、うん、こんな可愛いお庭付きっていうことで、はい、持ってきたお酒を飲んで寝たいと思います。プシューとか言った。最近ハマってるモスカート甘いワイン、これ、うん、おい、大丈夫、乾杯、お疲れ様でした。お疲れ様です。うん、美味しい。おはようございます。はい、 Airbnb で過ごす朝でございます。なんて優雅なんでしょう。コーヒーを飲んでます。コーヒーとかね、ティーも大家さんがつけてくれてたので、すごいありがたいです。それがあるかないか全然違う。違う、
なんか大家さんの優しさが出るよね、うん、評価良くしないとね。俺らのレビューいいんやろ。俺らのレビューもいいよ。あのベリークリーンっていつも書かれる。はい、ということでこれから準備をして今日は一日買い物をして帰るっていう感じです。イスラーに楽しいんだけど、ここ。あ、そうなの。え、ちらっと見た。うん、いっぱい物ある。そう、物あるし、なんかね、日本人好みの物が多いかもしれない。そうなの。あと値段も、もちろん100均って言ってもさ、100円じゃないものが多いじゃん。うん。でもね、割と安いかも。うん。で、今見てんのが、これキャンプに行くな、プラスチックの。しかもね、色がね、可愛いの、くすみグリーンみたいな。見て。同じ。全く一緒や。これ4つでいくらだと思う？今見えちゃった。見えちゃった。安くない？安い。5ドル。うん、4つで500円。あとこれほら、電動自転車の充電器とか入れとく。あー、ちょうど今段ボール使ってます。そうそう、あれちょっと見栄え悪いから、これ6ドル、うん、6ドルならいいよね、うん、これさ、来週キャンプ行くじゃん、うん、それに使おうかなと思って。来週ってか、明後日やん。明後日か。あ、明後日やん。明後日。え、じゃあもうその分のキムズでそういうのも買っとかなかな。うん、買っていいと思う。そんなこの辺とかもそう、キャンプ道具です。すごくない？ロースティングスティック、これにチキンとかやばでかいよね。こんなの日本で見たことある？ない。ない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 。電池か。あ、電池？え、でもこれ枝光るやつでしょ？枝光るやつ。あ、かわいい。枝の先端光るやつだ。これいくらすんだろう？なんかね、この辺の小物入れとかもすごいかわいいんですよ。布っぽい感じで。12ドル。なんか出ると積みやすそうだよね。うん。これ田舎すぎず都会すぎないというか。なんかいいんだよね。キャンドルコーナー。スケートのワックスとして欲しかった。あ、使えんの？スケートのワックスとして。そうそうそう、こういう高速はスケートボードのワックスとして使えるので、うん、皆さんぜひ使ってみてください。そうなんだ。え、その3ドルのでいいんじゃないの？白の。うん、1個3ドル。そう、ここ可愛くない？なんかさっきまでエアビで泊まってた部屋にありそうな。ハワイやんね。いいよね、これはこれで。ちょっと飽きそうだけどね。でもこういう小物欲しい人いっぱいいるんじゃないかな、日本でも。ね、見て、カズキ、オイスターの皿。うまい。カキじゃないこれ。うまい。これでも12ドルです。セットでね、2個で。あ、すごいカラフル。おいしそうだ、ここら。ほんとだ。全然さ、ほんとだ。それでいくら？15ドル。安い。今のところ、何も食べずに一生懸命買い物しております。お腹が減ったんですけど、もう少しちょっと買い物をしてから、はい、ご飯を食べてウィスラーに帰るっていう感じにしたいと思います。今3時やからな、中途半端だし。そうなん、中途半端なの。はい、今から行くのは、よく動画にも出してると思うんですけど、メトロポリスというショッピングモールに行きたいと思います。ちょっとね、ユニクロが入ってるので、ユニクロに行きたいのでここに寄ってみました。はい、では行ってきます。今ユニクロに来てて、バンクーバーの長袖のね、エアリズムがね、ゴルフですごい使えるんですけど、ないんですよね。どうなんだろう、タンクトップのエアリズム 19.99、 だいたい2000円ぐらい、日本より高いですよね多分。でもね、物はいいからね。やっぱすごい、リラコは 9.9、 1000円ぐらいまで安くなってるよ。かわいい、ミッフィーのリラコ。え、エアリズムのリラコだって。うわ、こんなのあんの？生地やん、これ。エアリズムのリラコめっちゃいいじゃん。たださ、うち部屋寒くない？エアリズム多分超寒いと思うよ。仕事で使うね、白いシャツが欲しくって H&M に来ております。すごい混んでるんだけど、これをゲットしたいと思います。めっちゃ生地いい。1800円。こんな感じでね、カナダはぐしゃぐしゃにどんどん置かれていきます。店員さんもね、忙しくて直せないんだろうけど、こういうのは日常茶飯事。感じ、ザ・カナダって感じ。見てください。カナダのダイソーは日本の値段からドルに直してくださいねっていうこういう表記があって、で、150円のものだったら大体倍の3ドル、まあ、日本円で300円ぐらいになりますよっていう表記が書いてます。で、100円のプライスは 2.5 ドルになるみたいで、ピアスとか入れるのにケース買おうと思うんですけど、これが日本で100円のところ、2.5 ドル、大体250円になりますよってことで、それでも欲しいので買います。音楽すごいな。すごいよね。ハッピーパラダイス言うてんで。いいよね、まな板にもなる包丁ケース。キャンプとかに良さそう。
日本ってすごいよね、アイドルがさ。アイドル、アイディア、アイディア。行きつけですね、ここは。そうですね、相変わらずメニューが美味しそうですね。そうなんですよ、でも結局同じもの食べちゃうんだよね。小籠包の食べ方、スプーンに乗せて汁を出して先にドリンクスープで書いてる。あ、そうなんや。そうだよ、一緒にキュッていくんだよ。美味しそう。あのさ、もう俺らがさ、メニュー言う前から作ってた。作ってたと思う、たぶん。いただきます。どうぞ。うまっ。私の好きなやつ、イカのフライ。いただきます。すごいカリカリだよ、これ。ん、あっか、サクサク、めっちゃ熱い。うん、全部揃いました。ヌードルと小籠包とチャーハン、イカの唐揚げ。うまい。熱いで。ここ。今日汁すごくない？汁多くない？今日。出来立てちゃう。いや、うん、めっちゃ本気で食べちゃうんだけど、カメラ忘れて食べちゃう。最後はキムズマートです。ここはね、アジアンのものがたくさん売ってて、日本のものももちろんあります。あとは韓国、中国とか。私たちはここでスライス肉をよく買うことが多いです、安いので。ゼリー2個で 2.9 だと。へえ、へ、安いやん。安いよね。トマト煮込みです、鶏肉の。またヘレアルが2個ぐらいです。ブロッコリー、ブロッコリー 3.69、 エルビール 1.89、 1.69、 これが安いよ。これは大きい。何個？1個でいいの？2個ぐらい買っとくか。うん、立派なエリンギ2個で 4.9、 安くない？キャンプで使うから安いんですよ。ほら安い。あ、やっぱ全然違うね。しゃぶしゃぶポーク豚すら 6.99、うん、T&T さ、これぐらいの量ぐらいでさ、そうそうそう、もう9ドルぐらいするもんな。全然違うよね。2個すら、おお。あ、待って、プチッとなんだ。めっちゃ安い。あ、え、2個で5ドル。2個で5ドルだよ、価格。うん、だって日本と変わんなくない？安い。2個で500円、2個で 2.9 だよ、2個で3ドルだよ。買っとこうよ。価格破壊よ。全然大阪屋とかさ、 T&T より安いね。価格破壊。価格破壊。やっぱりキムズだ。久しぶりに来たけど、やっぱりキムズ。やっぱりキムズや。やっぱりキムズしか勝たん。はい、これで300円。え、安い。え、ビスラーだったらこれの多分 2.5 倍ぐらいすると思う。価格破壊よ。価格破壊。今日それしか言ってない。これ1個でいい？1個でいいです。はい、種類多いな。ねえ、おにぎりよく作るので、ふりかけを。これ買おう。これ300円。高いよな、うん、それは禁断の出た。タートルチップス美味しいよね。チョコレート味、これ買おう。しょっぱ甘いやつ。これ1個なおに買ってあげようかな、今日。昨日見に行ったボディービルダーの。ね、そうだね、もう食べれるからね。うん、はい、ということで2日間のバンクーバーが終わりました。結構今回すごい濃い。濃かったね。なんかずっと運転してたわ俺。ごめん。ちょっと今回移動のね、範囲も広かったし、はい、かなり時間を切り詰めて動き続けたバンクーバーになりました。動画ではね、全部お店できてないんですけど、うん、すごいいろんなお店も行ったし、そのうちの一部しかお店できてないんですけど、楽しかったけどね。楽しかったね。もう気をつけて今から帰ります。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。帰るのだるー。